PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは、452本目、イメージファイト2オペレーションディープストライカーをお送りします。PC エンジンオリジナルのシューティングゲーム、前作はね、業務用からの移植でしたけれども、今回はオリジナルの続編ですね。 PC エンジンオンリーオン PC エンジンの PC エンジンのためのまあ続編になりました。まあ、源平島までとかね、そんな感じですよね。関野には PC エンジンだけです。イメージファイトも PC エンジンオリジナルの続編でございます。黒金桜花さん、黒金さん、2個目さん、10万石さん、シャドルさん、5個目さん、ジュネさん、8個目さん、ゴールデンバーグさん、いらっしゃい。黒金さん、ありがとうございます。広告貢献1位、シャトルさんが先シャトルさん、ありがとうございます。広告しました。はい、発売日、発売元92年12月18日発売、アイレムスーパー CD ロムロム7700円、シューティングゲーム縦集ですね。一人用でございます。なんとバーチャルクッションにね対応しておりますよ。まあバーチャルクッション別に対応とかなくても普通にね、なるんですけど、音はなるんですけども、イメージファイト2はね、なんとこのバーチャルクッションで効果的にね、重低音が効果的にこうね、なんか振動が来るように重低音をね、多めにというかね、重視して作られているということでね、はい、バーチャルクッションを持ってる人はぜひね、つないでイメージファイト2をやると、ビシビシ重低音が感じられるということですよ。はい、バックアップ35バイトですね。ハイスコアとあのステージですね、これコンティニュー電源切ってもバックアップされるんで、ステージのね続きから始めることができます。まあ、難しいゲームなんでね、はい、セーブがあるのは嬉しいところ。はい、ダルダトムさん、アランプロストさん、ワーストさん、16個目たりしたい。ドロジーさん、ありがとうございます。これ知ってる、コーディーとかハガー市長が出てきますよね。ハガー市長出てこない、それファイナルファイト。はい、それではいきましょう。バーチャルじゃない、イメージファイト2。PC エンジンが好きな一人が来場しました。はい、いらっしゃい。おじさんさんが先導してニコニコに広告しました。第2弾はスーパークドで登場だ。スーパー CD ロムですからね。ギガさんが700プトニコに広告しました。ギガさん、ありがとうございます。求む脳の丈夫な若者って書いてある。ラクオツです。早検査にし。アイレム、こう、ビューティフルヒューマンライフ。森さんが一番最初。第44位にランクインしました。西暦2048年7月18日、ムーンベースマザーコンピューターマリコは断末魔の叫びを上げて沈黙した。前作2048年の物語ですね。人類には再び平和が戻る。和田俊樹さん、あれです。人々は荒れ果てた地球の復興に全力を尽くし、もうじき、そして3年の歳月が、もうあと27年後ですか。27年後イメージファイトが、はい、最初に異変を探知したのは土星天王星間軌道に設置された外宇宙探査人工惑星であった。それが3年月日が流れたと。射手座方向宙域に強力な空間の歪みとともに多数の正方変異を伴った物体群が出現した、うん、スペクトル分析による物体までの距離と速度、進行方向などの割り出しが急がれたが、答えは最悪のものだった。ランクインしました。距離0.15光年、速度高速の 8%、 そして進路はまっすぐ地球を指していた。なんだって。人類はあの戦いが単なる前哨戦に過ぎなかったことを改めて思い知らされた。なんと前作はただの前哨戦であったということで、はい、なんということでしょう。ああ、前作の残骸が、残骸がここにあって、はい、エイリアンの大群がやってくるぞ。いよいよ残された時間はあと2年。地球到達の X デーは2053年6月10日。残された時間はあと2年しかないということでね、その前に撃破しないといけない。第21位にランクインしました。PC エンジンが好きな一人が来場しました。もうダメだ、おしまいだ。
その前にね、その中で、おっと、なんか出てきた。うわぁ、なんかでかい物体が。はい、行きましょう。オペレーションディープストライカー。はい、嬉しいコンフィギュレーションの時ですよ。イージー、ノーマル、ハードの3段階。お疲れ様です。ハイスコア残りますけども。はい、猫じゃらしさんいらっしゃい。今週もよろしくお願いします。まあ、これなんかハイスコアで残っても、コンティニューしちゃったら消えちゃうっていうか、なんか、コンティニュー時のスコアが記録されちゃうから、コンティニューはすると、ちょっとね、ハイスコアが書き換えられちゃうという欠点があります。はい、ビジュアル C のオンオフね、バックアップしたくない人はオフでね、いけます。はい、赤戸大門さんにして、ニューゲーム。どうだ、レイク。何か感じるか。ロー妄想バイトやし。ええ、感じます。和骨です。2ポイント10の方向。はい、タカさん34ポイントかなり慣れてますが。うん、計算通りだ。ほぼこの軌道で間違いなかろう。やっと捕まえたぞ、土星の浮遊遺跡。イメージビデオ。どうした。何か来ます。何か、一体何が。わかりません、こんな感じ初めて。プラットフォームより超沢村系、調子はどうでしょう。本当に報告しました。何かがミスファイアもないし、変な振動も収まった。いい感じだ。当たり前だ。このグレゴリー・クラウス様がオーバーホールした機体に異常があってたまるか。よし、それじゃあ試験飛行はそのぐらいにして戻ってこい。冷蔵庫のビールがお見頃だぞ。わかった。おっと、どうした。どうやらビールはお預けだ、グレッグ。救難信号が来ている。41個目されて、救難信号、今のね、お嬢ちゃんと博士が救難信号出してるんで助けに行きます。というわけで、最初は実戦です。リアルファイト。大したことはないと思うが、一応様子を見てきてくれないか。ああ、わかった。あ、この間のネクズアルもね、アムーロでしたけど、アムロさんね、古谷さんですけども。今回も古谷さんね、シューティングゲーム、最初から実戦ファイトか。2択続いて、そう、いきなりリアルファイトですよ。同性陣。で、ワンボタンが、スピードチェンジ。ツーボタンショット。まあ、前着と同じですね。で、ワンツーボタン同時で、ポットシュート。前着と変わってません。ただね、このパワーアップアイテムのパーツが、16種類ですかね。かなり増えました。はい、青と赤はね、もう青はポゼーショット。やっぱガンダム大人気ですよね。アイラじゃノーコンキルですね。イエス、パー。 BGM はね、前作のアレンジですからね。前作やってる人は懐かしい。フィーバーカーン、どうやったんやブルーレイザー。募集もあります今回。はい、今回ステージ数もね、増えてます。ステージ10円ぐらいだよね。10プラスハゲインタイム。あ、アメ時代があったよね。アメ時代があったよね。アメ時代ターゲットインサイド。うわーだ。このゲームもハゲには厳しい。ラックスさんは高校の特殊を受けたことは。うちはね、一回ね、セーブとありますね。はい、セーブ。そうなんです。破壊されないと交換できない。初見殺しですね。まあ私も初見じゃないけど忘れてる。ブルーレイズ。カズキューさん。
Target inside. Target inside.変身。はい。大丈夫。わお、大丈夫。大丈夫。わ、変身だ、ほら。これ一面登ったら、ほら。はい。はい、ちょっとなんかコアが逃げましたよ。はい、56コンセント。はい、まあ、最初難しいのはね、もうリアルファイトですからね、最初はね、1番目。1面はリアルファイトですからね、2面はちょっとだからイメージファイトなんですね。2面からは若干下がりました、ね、下がったかな2面から5面まではイメージファイトで、6面から再び実戦ですね、リアルファイトで、5面の後に補修ステージですね。やつら一体規定のパーセントにいけないと。だが敵であることだけは確かだ。やつらの戦闘艇を見たか。俺たちのとは違う。コンプリートと同じビジュアルスタッフですかね。そう、まるで映画のエイリアンシップみたいだ。アイテム取ったらボイスが出るのがコナミっぽい。あ、ボイスと出るのいいですね。パイロットの方ですね。バロン・レイです。さっきはありがとうございました。いえ。あ、自分は辺境惑星守備大隊第二中隊小沢村中尉であります。本当に助かりました、沢村さん。いえ。じゃ、起きたな。髪型おかしない？なんで俺だとわかったの？髪型。あの髪が多い方がいいんですよね。エンパシストだな。私は髪が少ない方がいいけどね。さっぱり。共感者とでも言うのか。まあテレパシーみたいなものだ。若いもんは髪のボリュームあっていいね。いいね。若い時だけですよ、髪伸ばせるのはね。イメージジェネレーター作動。さあイメージファイズ。地獄への訓練が。オーバーロード認められず。イメージプロジェクタースタンバイ OK。イメージファイトプログラムナンバー6作動。さあイメージファイトオービットシリンダー。さあスペースコロニー内での戦闘シミュレーション。わあ、ね、タジプロですね。ああ、これ前作のね、一面の BGM が。ビーバルカン。ビーバルカン。どうなんですか。バックファイアですね。バックファイアー。嫌な予感がする。あー、やっぱりな嫌な予感が当たった。曲がってくるレーダー、おなじみの。
あ、しまった。ブルーポートを取っていけた。でかいかった。うん、まだ生きてる。待て。ボスなんだっけ、もう完全忘れてんな。ハゲインタイ。あ、これ反射レーダーどこなの。3の3の後ろかな。やった。ここだ、前で。あー、やった。位置は若干合ってた、若干外れてた。3のここだね。3の横だったっけ。ここら辺で。行こうが、あっちこっち。ダボドン。取れた。あ、取れてない。うわ。リフレクタービットが。あれはね、安全地帯でね、完全回避できますからね。なんかここ。ここだったと思うんだけど、さっき今ちょっと失敗しましたけど。あっと、まあいいや。あっ、ドーン。相手は取ったぞ。てん。はい、安心してください。コンティニューは無制限、しかもセーブもされますんでね。全10面と聞いたら、わあ、かなりあるなと思いますけど、1ステージそんなにね、長くないし、セーブはありますね。電源切っても、今日もう難しいから、もう明日にしようと思っても、明日、ね、同じ面からプレイすることが可能になっております。嬉しいね。優しい。ワンダさんです。今週ステージは難しいですね。前作より難しいですよ。今週ステージはね、補充に行かない方がいいですね。半分なんか。これ当たんなかったと思うんだけど。ターゲットインサイド。二足の方だったかな。違ったかな。バイ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 パチパチパチを。ありがとうございます。 90% ことで、ちょっと 1% 何か残してた。まだ出てないんですけど、7ウェイバウハー、7ウェイバウハー。わお、すごい。これないと補修ステージ、はい、イメージファイトがね、5ステージまでパーセンテージありますけどね、トータルで 90% 超えないと補修行きです。補修行きです。だから1ステージね、余計に遊べます。はい。その代わり補修ステージは激ムズになっております。はい、もう落第生ですからね。落第しないために、数補修めちゃくちゃ難しい補修ともございます。一回やるの、まあ補修ステージ突破できない人はちょっとね、もう一回最初からやり直した方がいいかもしれない。もうこのままではね、このまま実践に出したらもう死ぬのは目に見えていると。俺たち死ぬのは目に見えてるから、もうね、君たちは行くなと、ね、ただ俺たち行きたいです。俺たちなんとしてダメだ、お前たちの腕では無理だ。しかし僕たちも行きたい。じゃあこの補修のイメージファイトをクリアしたら
クリアできるんだったらいいだろうみたいな。どう超バトステージみたいな。そうですね。あ、いや、これこれこれさあ、広いで僕たち、下ネタじゃありませんあ、ピニフなんだよ、そう、補充ステージはあ、これ、これあ、しまった、取り損ねた今のでこのここのもの瞬殺だったと思ったんだけど取り損ねたぜ。確かあのバリアで突っ込んだら特殊やなかった。どうだったかな。あげエンタイわお。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 あぶねぶね。当たった当たった。危ない危ない。ミッション100%。よく避けられるな。ノー。さあ行きませんよ。はじきはじだだ。ありがとうです。当たったかと思った瞬間相手がすでに死んでいた。はい、時折ねビジュアルシーンがあります。この機体では 90% 超えられないぜ。僕についていかないこの機体が。それでね、ショー、私どうしてもその服が欲しくて結局どうしようかと思ったんだけど。この装備にパージボタンない欠陥して改善されてないです。そうなんです。でも結局最終形態の機体に乗せるのはノリックだけなんですよね。父さん、俺たちより宇宙が、あの戦闘機の方が大事なのかよ。お前にもいつかわかるさ。父さん、父さん。ショウ、ねえショウったら、大丈夫？疲れてるの？いや、なんでもない。大丈夫だよ。全 OF 部隊は地球第三ハンガーへ集合してください。来るべきエイリアンフォースとの戦いに備え、我々は新たな戦力の開発を行ってきた。はい、紹介しよう。 OF3 ガルンダ。おお、はい、なんと OF3 が出てきた、ね、新型ですよ。アビオニクス系サイバーコントロールユニット、運動性能、可視系統すべてにおいて従来の OF1 に数倍する能力を持ち、1を飛ばして3、従来のものに加え7つの戦闘パーツが装備可能だ。そうなんです。諸君、我々は勝つ。シエルさんいらっしゃい。 OF3 ガルーダ。青野は大体裏切る。こんばんは。やりました。はい、ルドさんいらっしゃい。ねえ、3新たにここから戦闘ね追加のパッドが7つ追加されました。はい、さらにね、X4 孫悟空、OF5 かぐやの予定って書いてある。はい、で2はワルキュリアですね。はい、1がダイダロス、2がワルキュリア、3がガルーダと言われてます。この2にはガルーダが出てる。グラウンドミッション。ラウンドミッション。これこれ便利ですね。もうこのステージのために用意されたような。もう一個持ってほしい。下から飛ぶ、下から飛ぶ。おっとっと、パトカタレ、パトカタレ。ポト当たれ、ポト当たれ。そうですね、ダイドルスとかワルキュリアとかあったと思うじゃ、孫悟空とかね。
3より1の方が若干かっこいいような気がする。3なんかちょっとなんか巻かれてる感じですよ。あ、そうです、3個までです。3個の時に違う色取ると全部の色が、全部のねポットが色変わる。 今この状態で青を取ると全て青に変わるので、ね、要注意ですね。1個ずつの時は大丈夫ですけど、この状態で青を取ると全部青になっちゃうね。お、サードサイチレーザー、やってみましょう、ね、やりません。青はちょっとね方向固定だから、前方固定だから、まあ便利なところは便利ですよね。前方だけに集中したい時は横から出てくるときは不便ですからね。色が違うやつ取ったら境界線に戻るよりかは優しいですね。ねえ、ちょっと、はい、全部を、全部ブルーになるわけですよね。まあボスによってはね、全部青の方が良かったりする場合がありますからね。あっと、もう1個だけ青ならまだしも。アンケートコーナーのお時間です。さあ行きましょう。イメージファイト、おっと見とれてた。2、前作はねヒューカードでしたから、今回ちょっとスーパー CD になったんで、所持率はちょっと下がったかもしれないけどね、楽しいですよね。そうなんですよ。場合によってはね、青の方が復活しやすかったりね。あ、ポットシュートありますよ。ちょっと使うの忘れてましたけど、ワンツー同時で、まあ、前作もう前作できたことはもう全てできますよね。ワンツー同時でポットシュート、お安いですね。で出来がいいのに、はい、これからまだどんどんプレミアね、つくんじゃないでしょうかね。はい。配信はされ、バーチャルコンソールで昔はやってたような気がしますけどね。はい。持ってる持ってた人は1番。2番は持ってない人ですね。前回はですね、8.9%。10% をややね、切ってましたけれども、さあ、今回どうでしょう。求む脳の丈夫な若者で説明書の裏に書いてありますけども。はい。脳の丈夫な若者は、どれだけいたのかな、これから。ね、募集中ということで、テレ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 ティーン、結果表同時押すとリセット 13.3、 ちょっと増えた、やった、脳の丈夫な若者増えた。テーテテ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 テオツです。はい、オでした。オツ。オです。オツ。あのチャンプが。はい、オです。あのチャンプが。オでした。オでした。オでした。オツです。はい、オです。オツインサイド。オツでした。はい、オでした。デジタルチャンプが。オツです。あのチャンプが。はい、オでした。どこに行ってたん大チャンプ。